はい、どうも、セイリーです。KOF98 アルティメットマッチオンライン実況の方やっていきましょう。本日、ラセツナコルル、破片交換イベントがね、来てます。で、僕はまだ交換してないんですが、70枚集めたらナコルルのね、星3が、取れるっていうイベントなんで、まあ、以前に貯めていたアイテムを交換するっていうね、感じなんですね。で、ちょっとナコルルのね、ことちょっと今回見ていこうと思ってまして、でラセツナコルルね、まあ先に言ってしまえば、やっぱね、今の、オークションのキャラとかと比べると、まあ、やっぱ圧倒的に性能はね、劣ってるっていう、イメージでして、まあその強さで見たらね、もちろんあかんのかなとは思うんですが、やっぱ無料でもらえるっていうところもね、大きいし、ただやっぱ育てるコストがね、同じぐらいかかってくるなら、もう少しこう尖った性能があってもね、良かったんじゃないかっていう印象のキャラです。まあ僕個人的な意見ですけどね。ただあの必殺効果がすごい面白くて、あの必殺をまず2種類持ってまして、で1発目の必殺を打った時に戦慄っていうねマークをつけて、その戦慄マークがついてるキャラに対してナコルルが攻撃すると必ずクリティカルが出るっていうね、すごい面白い能力があるんですよね。でさらに、次必殺を打てば、その戦慄のキャラクターが いた場合、そこめがけて単体の必殺技を打つっていうね、効果が あるので、だからやっぱ軽くに寄せてるキャラになるんかな。でその単体必殺もちろんクリティカル確定になりますので、やっぱこの火力に関してはものすごい出していくのかなっていう印象、まあ、クリティカル特化したようなキャラなの でパッシブ見てもやっぱクリティカルに特化してて、自身のクリティカル率を上げていくパッシブで、あとは攻防力を上げたり怒り下げが効かなかったりね、そういう面白い能力も、あったりします。ただ踏ん張りとかはね、防御面に関してもともと踏ん張り持ってるわけではないので、なんかあの必殺の単体必殺の方で倒した時に限り1回だけ踏ん張り効果がつくみたいな、ちょっとね微妙な感じなんですけど、まあ、防御面はちょっとね脆いかなっていう印象が否めない、まあ、リメイク前と同じような感じですかね。無料でもらえるキャラなんでね、やっぱもあんまり文句は言えないんですけど、でもやっぱ育てるコストは今の LR と同じなので、破片を使う量とか同じなので、まあ、その辺をどういう風にね、していくのかっていうところですよね。でスキルが1列スキル、まあ、クリティカルが出やすいので割とダメージも取っていくのかななんか思ってます。で闘志がね、トラクマっていうタイプなので、まあ、なかなかいないタイプ、今までやったら向かいだけになるのかな、トラかつショターンに打てるっていう闘志で、この必殺技に怒り下げ効果もついてるので、まあクマパにとっては結構使いやすかったりもします。ただこのね本バッジがね、なぜかサムスピバッジじゃないんですよねサムスピバッジと、サムスピボンやとね思ってたんですけど、まあ、そこを変えてくるっていうのはどういう意図なのかなって思ったんですけど、美少女バッジと魔力攻略も、まあ、どっちが育てやすいかって言われたら難しいんですけど、やっぱサムスピのキャラなんで、そのバッジとかもねサムスピにしてほしかったなっていうね気持ちはあります。やっぱそういうとこでこうモチベって上がったりすると思うので、サムスピのキャラ使ってるぞっていう意識にもねなるやろうと思ってたんですが、美少女と魔力で来るっていうね感じになってます。でグルメは、裏キャラなんで、そのままサムスピのグルメなところですよね。うん、ここの裏キャラになってますね。ただ見た目がねものすごいいいですよね。これかっこいいラセツって感じでね、やっぱり、見た目がすごい、やっぱ見た目が好きな人多いんじゃないかなって思ってます。やっぱナコルル自体ももともと人気キャラなので、やっぱね見た目は非常にいいなって僕も思ってまして、でもこの能力的に言えばね、攻撃型やったら面白かったんじゃないかななんか僕はね思ってます。でもっとこうなんか火力特化して本当に一撃必殺みたいなキャラやったらね、面白そうやなとも思ったんですが、技型になってるのでね、ただクリティカル特化キャラなんで技型でもかなりダメージをね取るかもしれない。そこまではちょっと今の段階では把握できてないんですけど、まあ、今後旧門とか小門とか啓門がね、来るので、そこですごい能力がついたりするかもしれないし、まあ、本当に今の段階でこう判断するのはね、あんまり良くないんですが、やっぱオークションキャラとかに比べてしまうと、性能に関してはかなり劣ってるかななんか僕は思ってます。ただねそんなナコルルなんですけどね、このサーバーでも特化してる人がいて、ちょっと戦闘力ランクの方で見ていきましょうかね。格闘家、LR ラセツナコルル、1位の人、このクズの極みさんっていう人ね、まあ、名前がほんまにクズなんですけどチョビさんっていう人で、まあ、名前をコロコロ変える人なんで特にこの名前に意味はないんですけど、
チョビさんね、いつも面白いキャラをこう特化したりするので、ロバートイレブン使ったり、春英を、赤まで上げて初期化したりしてるね、ような人なんでね。今 赤の3まで上げてますね。で星も、5まで上げてるので、まあ、まだ9問とかはもちろん来てないから、できるとこまでやったっていう感じで35万ありますの で今回この、チョビさんね、チョビさんと、アリーナバトルを見ていこうと思ってます。チョビさんの戦いを今回ね流していこうと思ってます。まあナコルルがどういう動きするのかっていうね、まあ、軽くですね、そのどういう感じなのかっていうことだけお伝えできればいいかなって思ってまして、まあ早速じゃあ見ていきましょうかね。ラセツナコルル、初日なんでね、今日はまあ、どういう感じでこう戦っていくのか、僕自身もね、一回ざっと見ただけなんでね、あんまり理解してないんですけど、それ見ながらね、ちょっと実況していこうと思ってます。では、ナコルルの戦い見てください。どうぞ。では本日解放されたね、ラセツナコルルの戦い見ていきましょう。左側がチョビさんで、右側が自転車ジジさんという方で、再起のシコンパでやってますね、ジジさん。でチョビさんは、ネコレオナのデバフ無効パーティーですね、これは。ハイデルンとオロチとアンヘルを入れて、ネコレオナを特化してるっていう感じ。ほんと物好きなんでね、こういう面白いチーム使ってるんですよね。で、早速もうオロチとハイデルンがやられてますけど、まあこれ やられる前提で使ってるんですよね。で、ナコルルがゲージ溜まってますね。さあ、チズルストライカーが出てきて、覇王昇降剣打っていく。ストライカーですね、これは。スラッシュセーバー打って。さあ、来ますよ。ラセツナコルルが次に出ますよ。イオリストライカーの後に。さあ、来ました。必殺技打っていく。クリティカルやっぱ出てますね。うん、なかなかのダメージ。そこそこかな。半分ぐらい減りましたね。で、ここでスキルでクリティカル確定なのかな。あ、スキル真ん中に飛びました。一列スキル。戦慄マークっていうのがちょっと見えてないのでね、それが非常に残念やなと思うんですけど、最初に、上の列に必殺技行ったので、ネコレオナと、ネスツ強化、ジジさんのネスツ強に対して、戦慄マークが今ついてると思うんですけど、さあ、あっという間にアンヘルもやられて3体になってます。さあ、ここはどうなっていくのか。S マックス、ネスツ強、その後に続く火炎強が打っていく、オロチ投げ打っていく、ワッシバ落としで、猫がやっぱ硬いですね、これ、デバフ完全無効なので、怒り下げとかも何も食らわない、追加ダメージも何も食らわないので、やっぱこのデバフ無効、ネコレオナはね、本当にすごい、すごいパーティーやなと思ってます。スラッシュセーバー打っていく。さあ、ラセツ・ナコルルはどうなっていくのか。スキルが出て、クリティカルが出ている。やっぱりクリティカル特化なんで、クリティカルは、出やすいのかな。さあ、スペクターエクステンションで、まだネコレオナ立っている。いや、ガチガチやな、これ。これ、ラセツ・ナコルルよりも、ネコレオナに目がいってしまいますね。さあ、鬼焼き？うん、鬼焼き食らっても火傷を受け付けない。さあ、ここでスラッシュセーバーマイターン打ってきますよ。さあ、ロバートイレブンもゲージが溜まっているので、賞金首はアッシュ。覇王昇降剣めちゃくちゃなダメージ。300万食らってましたね。さあ、ストライカーイオリが出てきて。おっと、ここはまたスキルを放ってクリティカルが出ている。で、次単体必殺になるのかな。おそらく、でもね、参戦したのでどうかな。このネコレオナの、相手のね、ジジさんの方のネコレオナに、ナコルルが飛んでいけば単体の必殺になると思うんですけど、戦慄マークがおそらくついているので。そういう効果なのでね、ちょっと気になるところですけど、さあここはネコレオナ立っていられるのかどうだ。ワシバ落としまで来る。めちゃくちゃ攻撃されてるけど、めちゃくちゃ硬いのでね、しかもこのどんどん回復していくのでなかなか倒れないですよね。ボディが甘いぜ。さあここは鬼焼きが出ているが、さあまたもやゲージが溜まってます。スラッシュセーバー打っていく。ユリを倒してチズルストライカー、あ、これ下2人倒したので確定か。これはお、来ました単体技。うおー、単体技やっぱクリティカル出てましたね。100万のダメージ、まあそこそこやっぱダメージも出ているので、どんどんこれ火力特化していけば、ほんと一撃必殺のようなキャラになれるのではないかと思ってますけど、さあスキルが出ている。ただどうしてもね、これナコルよりもネコレオナに目がいってしまいますね。本当にこの特化してるのでね。うわー、めちゃくちゃ強いぞ。さあスキルが出ている。スキル率高いな。全部スキル出てますけど、さあナコルル溜まってますよ、ゲージが。メル式手打っていく。さあこれは130万なかなかのダメージ。ただ必殺はクリティカル出なかった。覇王昇降剣で決まります。まあこんな感じでね、ナコルル、ほとんどクリティカル出てる印象ですね。あとやっぱスキルが一律スキルで結構火力も出してる印象なので、やっぱ思ったより火力は出てるのかなっていう感じ。火力特化のキャラになりそうですね、今後は。
はい、ナコルル戦いかがだったでしょうか。言うてまだ今日初日なんでね、まあ、旧門と小門と啓門が今後、解放されていくし、そこの能力が全く未知なのでまだ評価っていうのはできないので、まあ、本当、9問でいきなりね、こう防御面でものすごい強くなる可能性もあるし、まあ、火力面でクリティカルがどんどん尖っていくかもしれないので、まあ、その辺をね、楽しみに待っていましょう。このサーバーではね、チョビさんに期待して、どんどん特化してくれることをね、期待しているので、またナコルルの戦いとかがあれば、どんどんね、配信していきますので、よかったらまた見てください。では、今回はこんな感じで終わります。ご視聴の方、ありがとうございました。